空手家入江空手家入江のホラーな、なんかもう下ネタにしか思えないな。よし、じゃあ前回からの次やっていこうか。ポケモンですね、やっていきますよ。前回、生配信した後にですね、動画編集をして動画を上げたにもかかわらず、全然再生回数が伸びないめちゃくちゃ苦労してテロップ入れてんだけどね。まあ、そんなどうでもいいや。まあ、とりあえず自分が楽しい。あとで自分でね、楽しく見れればいいので、そんなことはどうでもいい。そんなの関係ねえ。小島よしお。はい、ということで、ね、やっていきたいと思います。で、前回は、スネオがですね、スネオとね、リンゴちゃんがですね、ポケモンくれ、3匹とも全部くれなかったんで、インチキ博士が。インチキ博士じゃ、インチキ校長が。インチキ校長ってダメだね。校長のクラベル校長がですね、3匹ポケモンくれなかったので、1匹しかくれなかったんで、ニャオハにしたわけですね。めちゃくちゃ可愛いニャオハ。あ、可愛いといえばですね、僕ね、今日パソコンのね、壁紙を変えたんですよ。私の愛しの推しの山下美月さんにね、ちょっとね、壁紙を変えましてですね、非常に可愛くてテンション上がってます。ニャオハも可愛いんですけど、やっぱり山下美月の方がね、めちゃくちゃ可愛いです。まあ、そんなのどうでもいいか。まあ、ニャオハも可愛いよ。ニャオハも可愛いけどね、私の愛しの推しの方がね、美月さんの方がね、全然可愛いですから。と、伝われってね。はい、ポケモンが疲れてきたら回復して、で、何やんだっけ捕まえるに上手になったらボールの投げ方を教えて。でも何やんだっけ、とりあえずなんか高台に行くって、あ、ポケモンボールだ。ポケモンボールじゃない。モンスターボール。ポケモンボールじゃない。モンスターボールだ。はい、じゃあとりあえずモンスターボールがね、道端に落ちてんの。道端アンジェリシカに落ちてんの。道端アンジェリカ。あ、あ、なんか、豚だ。豚。なんでグルトンだっけこれって名前。わかんない。あ、にゃおはいけいけ。かわいい。かわいい。お前はかわいいな。お前はかわいい。お前はかわいい。スネオの。そう、名前スネオにしちゃったんだよな。尻尾を振る？尻尾振ってきたら、防御が下がった。はい。でもこれはね、もう引っ掛けていきましょうよ。あ、ポケモン変えるか。グルトンに変えちゃうと。豚に。豚って名前にしちゃったから、グルトンだよね、名前。違ったっけ？はい、グルトン対グルトン。いけ、豚。名前が失礼なんだよ、お前。はい。野生のグルトン体当たり。パン食らったな。戦う。体当たり。これどんぐらい食らうの？あ、食らわね。向こうメスじゃん。メスグルトンで、こっちオス豚？あ、オスだ、こっち。オスグルトンだ。で、向こう、メスグルトンだ。野生のグルトンは倒れた。やった。レベル上がんね。上がんないね。あ、レベルアップした。進化しねえかな。あ、なんか覚えた。スネは新しく噛みつく覚えた。進化はしなかったけど噛みつく覚えた。前かな、噛みつくって。噛みつかれたポケモンは大変だと。わ、なんかいる。なんかこれポケモン？これなんかさ、あ、投げられる。あ、ニャオカだ、これ。これ誰？誰？これ誰のこれ？なんかこの可愛いテントウムシじゃ、テントウムシじゃない、クモか。あ、タマンチュラ。あ、タランチュラをもじってね、タマンチュラって、タマだけにタマンチュラ。いけ。止めろ。もうちょっと HP 減らさんじゃね？あ、来た。あ、来たじゃん。ゲット。どうするか、タマンチュラを捕まえた。ニックネームなんだよな、問題が。あ、なんか、豚がレベル上がった。図鑑が更新された。タマンチュラ。糸玉ポケモン。タマンチュラのデータが新しくポケモン図鑑に登録。でもやっぱポケモンって可愛いんだな、なんか。面白いな。お尻から出す糸はワイヤーに匹敵すると強度。強さの秘密が研究されているのだ。タマンチュラにニックネームをつけますか？どうすか？タマンチュラ。玉から出る。玉から出る。まあ、玉から出る。ホニャララって入れたかったんだけど、まあ、下ネタ。下ネタかつ、玉から出る。うん、玉から出る。玉から出るって言ったらもうね、あっちの方しか聞こえないですけど、手持ちに加えました。はい、ということで、まあ、玉から出るね。もうちょっと、発音を変えます。玉から出るじゃなくて、玉から出るにしました。玉から出る。はい、あ、モンスターボール3つあるじゃん。いや、これのこの調子でモンスターボールをね、モンスターボールじゃねえや。あ、ポケモン、あ、またなんかいる、こいつ、何こいつ、この可愛いのかわかんねえんだけど。これ何こいつ。なんか、何これ。なんか言ってる。こいつ何これ誰？コフキムシだって。なんだこいつ、栗みてえな顔して、栗じゃねえんか。まあいいや、捕まえるか。いけ、コフキムシを捕まえろ。モンスターボール使った。ゲッチュ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 。来たろ。OK。コフキムシを、これね、ニックネームがむずいんだよな。コフキムシ捕まえた。コフキムシ、粉吹きポケモン。毒の粉を撒き散らして敵を追い払う。住んでいる土地による餌にする植物たちは、あ、そうなんだ。コフキムシにニックネームをつけますか。はい、神さんを。
上についてるあの3つ神さんもはい。で変な名前にするな、もう普通に行けよ、コフキムシのまんまで行けよもう。はい、コフ、神さん本を手持ちに加えました。だからどんどんポケモン図鑑埋まってない。これがポケモンの醍醐味だよな、新しいポケモンが。他にもいるだろいっぱい。これ全然進まねえんだよ。こんなのやってたら全然進まねえんだよ。これ何か、これポケモン？あ、これあれか。なんとか虫だっけ？なんとか虫。これあれだよな。あの、さっきのやつだよね。捕まえたやつだよね。わ、モンスターボール。なんかモンスターボール落ちすぎないこれ。なんでこんな落ちてんの？こんなモンスターボール落ちていいの？あそこ行っといて。なんかいっぱい落ちてんな。あ、なんかいる。飛んでるやつ。飛んでる。いや、これじゃない、これ。ちょ、なんか出ちゃった。ニャオハ出ちゃった。ニャオハ、ニャオ。こいつ、どうやってモンスターボール投げるのこれ。いけ。わかんねえ。モンスターボールの投げ方いまいちわからん。いけ。これどうやってジャンプとかできねえんかいこれ。ジャンプとか高く舞い上がるよお前。あれこの辺によかったかお前。あ、いた。戦え！ニャオハ！とりあえず、噛みつけ！噛むじゃん、クラッチしたな。野生のややコマ。これ、無理かな？モンスターボール。ここで捕まえられない？この半分ぐらいの HP だと。いけ！どう？いったろ？オッケー。ややコマ？ニックネームこれ、てんのこれ大変だなこれ。ややコマ通りポケモン、ややコマのデータの新しさポケモン図鑑に登録されました。ややコマにニックネームつけますか。もういいや、わかんなくなっちゃう。もうね、ニックネームつけると本当のね、あの本来のポケモンの名前がわかんなくなるから、もういいや、もうさすがにいい、もうさすがにもうニックネームはもう一旦ここでやめとこう。普通の名前にしとこう。ってことで行くか。まだこれ豚は新しくチャームボイスを覚えて、可愛い声覚えたの？豚？ちょっとその可愛い声聞かせてほしいんだけど、なんだこれ？こいつはあれか、髪の毛3本だ。髪の毛3本の本当の名前がわからない。こっから落ちたら死ぬかな？まあ、とりあえず行くか。待て、また出てきたな。もういいよ。もういいってこいつ。タマンチュラの糸をゲットした。まあいいよ。もうさすがにもう行け。またなんかいるな。なんでお前なんかこんなコソコソしてんだ、コソコソ。いいよ、こんなコソコソが。行けよ。あ、いい、大丈夫です。他になんか新しいポケモンいる？こいつポケモン？これ岩？あ、ただの岩だ。ベトベタみたいな感じだと思ってた。こないだ1話でね、さ、メタモンって言ったけど、ベトベタだったね、あのオープニングのね。待って。ここなんか、あ、ここにあれか、ゲットしてたような、傷薬。ここ、あ、これ何？ちょっと待って、こいつ。何？イケじゃないんだよ。回収しろ。これ、あ、いや、あ、イケ。こいつ、待て、そういうことじゃないんだよ。こいつ、こいつもゲットする。もうひたすらもうポケモンゲットするよ。なんだこれ。羽っこってなんかいた？もうどれが新しいポケモンで、どれが以前までのポケモンシリーズだかわかんないけど。あ、効果低無色全然食らねえな。レベル2だからな。レベル2やから多分倒しちゃうんだよね、下手すると。せっかくは。よくどんぐらい行く？危なっ！これでモンスターボール！よし、羽根っこ捕まえた。いやいや、ややこまがなんかレベルアップする、ややこま。わたくさポケモン登録家に、羽根っこのデータが新しいポケモン図鑑に。もうさすがにいいや。わたくさポケモンって寒い地域を除けば割とどこにでもいるのは風に乗り各地を移動しているからだ。ああ、もういいです。ニックネームはもう大丈夫。羽根っこ手持ちに加えました。あ、また増えた。なんかそろそろ進化しねえかな。早いんだよ、進化が。あ、こいつだ？あ、かっこいい。髪の毛3本か。髪の毛3本って本当の名前なんだけど、こいつ何こいつ。こいつもゲットしたわ。この辺は？この辺ゲットしたな。これポケモンだな。ポケモンじゃねえ、モンスターボールだな。元気をかけら。瀕死になったポケモン1匹を元気したので、HP を半分まで回復する。あ、何こいつ。なんかいる、なんか、こいつは髪の毛1本でしょ。これは？
これまだゲットしたもんね、こいつ。あ、これなんかあれだ、最初に出てきてオープニングの時に出てたこいつ。なんていう名前な。パモだって、パモ。パモ。コノハ。危ない。これでもういけるだろ。電気中、あ、電気系なのこいつ。効果今知ってんだ。これ、これいけるゲッチュ。え、いいわ、モンスターボール使った。もうどんどんゲットで、で、もうポケモンの醍醐味。それはポケモンゲットすることです。はい。え、パモを捕まえた。あ、レベルアップした。誰がレベルアップしたのだ。神三本だ。神三本って何だっていう名前だっけ。パモコね。ネズミポケモン。電気、手の日球が放電期間、後ろ足でようやく立ち上がると手のひらから電撃を放つ。パモのデータに新しくポケモン図鑑に登録されました。パモの日球にも、もうね、なこれ。パモ、どっちだろう。パモの強さを見る。手持ちの強さを見る。ボックスで送る。手持ちに加える。そうすると誰かから外さなきゃいけないんだ。だ、あ、かわいそう。誰か、なんか、レギュラーから外れる奴がいる。どうする？誰かレギュラーから外れる奴がいるよ。一番弱い奴だな。羽根っこ、お前は弱いから外れろ。ひどい言いようだ。はい、羽根っこボックスに送ります。え、ポケモン6匹まで手持ちに加えることはできると。で、持ちきれないポケットはボックスに送ることができる。ボックスに送られたポケモンはメインメニューからボックスを開いて、あ、手も、あ、そうなの。すぐ入れ替えられるんだ。パモ。もうね、さすがにね、無理だ。名前が覚えられないから、ニックネームはもうやべ、諦めた。ちょっと待って、髪の毛3本って名前なんだっけ？ちょっとそれを調べさせてもらおう、まず。あ、コフキムシか。髪の毛3本、コフキムシってんだね、名前。で、玉から出るはタマンチュラね。ちょっと名前が覚えられないんだよ。ハモ、ハネッコ、ヤヤコマ、コフキムシ、タマンチュラ。もうなんか学生の試験前の感じだな。パモ、ハネッコ、ヤヤコマ、コフキムシ、タマンチュラね。うん。もうなんか試験勉強してるみたいな。パモ、ハネッコ、ヤヤコマ、コフキムシ、タマンチュラね。もう試験だな。もう学生の定期試験の前だな、もう。もう覚えらんねえんだよ、名前が、もう。もうニックネームでしかわからない、もう。髪の毛3本、待って、髪の毛3本、もう忘れてた名前。なんだっけ、髪の毛3本大事なんだっけ、名前。ね、大事の名前なんだっけ、コミ、あ、あれ、コフキムシか。コフキムシ。で、髪の毛3本はコフキムシ。コフキムシね。はい、わかりました。いけじゃねえんだよ、いけじゃねえんだよ、いけじゃねえ、しゃがんでんじゃねえんだよ。しゃがむなって、いけじゃねえんだよ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 、いけもいいよ、もう、しゃがむな、いい、いけじゃねえんだから。はい、回収して、はい、はい、もういいよ。はい、しゃがむな、しゃがむな、もういけ、さすがにいけ。ちょっと待って、ここ行きすぎじゃない、ここ。何分で、ここもう、30分くらいいるぞ、ここにもう。言いすぎだ、もうさすがに進めろっつんだよ。はい、傷薬。あ、なんかこいつ、あ、こいつはあれ、髪の毛さんも、髪の毛さんもだけだから、玉吹き、なんで、玉玉じゃなくて、なんだっけ、もう、わかんない。もう名前が覚えらんねえよ。髪の毛3本でしかわかんないか。あ、コフキムシだ、コフキムシ。TPA ド。ポケモンが覚えている技のうち一つ読めない。もう行くか、さすがに。さすがに行こう。さすがに行きます、もう。はい。あ、着いた？着いたな、多分。あ、高台来たね。ようやく来たよ。高台来るのに長かった。え、ユウ、ポケモンの捕獲は順調かね？まあ、順調です。どれどれユウが捕まえたポケモンの数は。今何匹捕まえたんだっけ？いやー。何今の？なんか誰か、焼き尽くされた？焼き。え、知らない鳴き声、強いポケモンいたりして、え、マジ超ゲットしたんだけど。誰？誰？ミュウツー？ユウ？声の出所を探してみよう。この辺まぶ、あ、まぶない。危ない洞窟もあるから、あ、超行きたいんだけど、その洞窟に。スマホロトムの安全機能があるけど、崖には気をつけてね。崖？あ、そこ落ちてんな。謎の声の出所を探そう。絶対こっちじゃない？そしたらなんかムービーっぽいの始まっちゃったした。何？なんか見つけた？あ、なんかこれ、川じゃねえや。海が近いんかな。B、砂浜。あ、なんだあいつ？これ伝説ポケモンじゃない？伝説のポケモンじゃん、これ。ふるるるる。私はバイオレットを選びましたので、このポケモンだ、多分。バウバウ。おぎゃー。なんかこんな伝説のポケモンがすぐこんなところにいていいの？落ちちゃったよ。これ死ぬぜ。お前死ぬぞ。いや、なんでそれで無事なんだよ、お前。なんだ今、なんでポケモンが助けたんだよ、今、スマホみたいな。あれでちょっと浮いて助かるとか、そんなことねえだろ。キャインキャイン。倒れてんな。伝説のポケモン倒れてる。ゲットしろ。モンスターボールだ。いけ！いや、ニャオハじゃねえんだけど、ニャオハを出すつもり。いけ！いけ、ニャオハ。いけにゃおは。モンスターボールダメだ。こいつ捕まえらんねえのよ、この時点で。捕まえろ、捕まえろ、捕まえろ。
わ、捕まえろ。謎のポケモン力なく倒れて、捕まえるチャンスだって。元気になるものあげようか。何これ。探検ここへ、スマホロトム、サンドイッチ。なんかしょぼいのしかない。サンドイッチぐらいしかあげるものなくね。サンドイッチ食うの？こんな倒れてる時に、怪我してる時になんか、腹が減って倒れてるわけじゃなくない？腹が減って倒れてんの？あげや。ママからもらったサンドイッチなんだけど、これ。捕まえろ！捕まえろ！今のうちだ！食べさせんな！食べちゃってるし、ガツガツ。あげやす。なんか捕まえろよ、お前。あ、洞窟あんの。これ危ない洞窟って言ってたじゃん。あ、危ない洞窟に帰ってくの、お前。お前ちょっとさ、ゲットさせろよ。おい。アギャース。なんでアギャースって。なんかやべえな。すげえな、かっけえな今のポケモンって。私が知ってるポケモンじゃない。ルビサファ以来だからな、やってんの。なんだ？変形したぞ。お前の顔はなんか気持ち悪いけどな。自分で作った顔なのに。あ、なんか帰ってってる。あ、洞窟に戻っちゃう。また待ってくれよ。なんで行っちゃうの？助けてやったのに。助けてやったんだから、ゲットさせろよ。ああ。さようなら。なんか洞窟に行けって言われてる気がするな、これ。なんかこっちに来いって言ってるような、こいつ。こっちに来いって言って。完全に刺す、あ、こっち来いって。入り江のホラー穴だって。空手か入り江空手か入り江のホラー穴、なんかもう下ネタにしか思えないな。空手か入り江のホラー穴。ホラー穴とは、空手家の入江さんの穴に入るんですか？ちょっと何言ってるか分かんないな。自分で何言ってんだか分かんない。おい、言う。あ、でもいる？あそこにいるの？痛いよ、大丈夫、怪我してない。だーぶんね、怪我はするとこだったんだけど、変なスマホのね、やつ、ポケモンみたいなのが最後でね、着地ギリギリで助けてくれた。大丈夫、なんとか。なんかダメだよ、みたいな言葉ないの？なんで二択なの？よかった。本当に心配した。私は恋の出所を探そうとか言い出したから。うん、今とにかくこの状況を解決しない。とにかく上まで登ってきて、近くに来てくれたらポケモンの技で引っ張り上げるから。え、このポケモンは、モンスターボールだ。犬薬か？モンスターボールではないんだな。あそこにもある。行こう。え、待って、そっちに行きたくないんで、まずちょっとこっち取らせろって言うの。こっち。あ、モンスターボールだこれ。モンスターボールも、なんでモンスターボールの形してって、さっき傷薬やで。傷薬やって傷薬っぽいなんか絵にしてほしいんだけど。あ、来た。こいつは何なの？わーわーすごいすごい。てか、この伝説のポケモンの名前もよくわかんないけど、私のポケモンと同じぐらい。いや、もっと強い。なんかいる。なんかいる。いけ。え？スネはヤングースに勝った。え？違うよ、ヤングースに勝つんじゃなくてポケモンゲットしたかったんだけど。なんで倒しちゃったお前。スネを。可愛いんだよ。本当にニャンファ可愛いよな。ニャンファが可愛すぎてたまんないんだけどさ。なんでこんな可愛い？でも山下美月さんの方が可愛いんだけどさ。推しをめちゃくちゃ語るという。え、こいつは？ちょ、待って、これ戦おう。行こう。なんだこいつ。ヤングース。あ、これさっきのやつか。一角。え、超 HP 減るじゃん。これモンスターボールだ、モンスターボール。いけ。ゲッチ。これでゲット。やった、ヤングースを捕まえたぞ。あ、レベルアップした。あいつなんだっけ、ややこまか。ややこま。ややこま新しく電光石火覚えた。何属性なの、ややこまって。
登録管理、起きている間は常に餌を探し続けている。どんだけ腹ペコな、お前は。腹が減ると凶暴さに磨きがかかる。重さ6キロ。犬ぐらい、わかんない。犬がどんぐらいかわかんないし。犬飼ってねえからわかんないけど。いや、もう名前、もうニックネームはやめるんだよ。ニックネームつけるともうね、本当の名前がわかんなくなるから、やめ、もうやめ。ニックネーム遊びは終わりです。ヤングースね。新しいポケモンが出てきた。あれなんか、あ、ディグザ、ディグザ、ディグ、ディグザ、ディグザ、ディグザ、わかる、これわかる、これわかる、さすがにわかる、さすがにわかる。赤青はやってたからちゃんと。ディグザはわかってる。ディグザわかる。ちょっとこれはゲットしろ。じゃあ。かわいいな、ディグザ。あー、ポケモンゲッチュ。ディグザいけ。いけ。もうダグドリオにしたいんだけど、もうすぐにでもダグドリオにしたい。ダグドリオだってよね、ディグ、ディグ、ディグダの進化系って。合ってるよね、ダグドリオで。合ってるっけ、まあ、わかんない。名前がもうわかんなくなっちゃったな。あ、レベル上がった。弾から、弾から出る。弾から出る、新しく虫の高む弾だ。なんか弾から出るってなんだよ、名前。本当の名前。弾んちらか。弾んちらだ、弾んちら。ディグダ、モグラポケモン。皮膚がとても薄いので、光に照らされて血液を温めて弱ってしまう。あ、そうな。光が、ディグダはディグダでいいですもん。はい。あ、ディグダ入れたいな。この辺わかんねえんだよな。ややこま。髪、でもなんか名前つけちゃったからな。一回ディグザは後で、育てよう。何匹いんのポケモン。これ、バイオレット、スカーレット、まあ、どんだけポケモンがいんの、何匹いんの教えて。ね。何匹いんの全然わからず買っちゃったからな。なんかあまりにもなんか期待作だってんで。あな、こいつら。いっぱい、いや、なんだ、これ、超出てきたな。こんなにいっぺんに倒せねえと。なんか襲いかかってきたな、これ。お前倒せよ。お前助けてやったんだから倒せ。なんかみんな逃げてくる。お前強えな。威嚇だけでなんかみんな行っちゃった、お前。青色の覇気持ってんの、お前。この洞窟、暴れん坊のデルビル。ボディーガードがいて安心だけど、強いのもいるから気をつけて。でも大丈夫、なんか、青色の覇気でどうにかしてくれるから、こいつが。あれ、なんか来た？こいついいな。ちょっともうこいつポケモン、こいつもうレベル99にしたいんだけど、もし伝説のポケモンだったらなんであそこに倒れてんのかが不明な。伝説のポケモンって弱えのってなっちゃうんだけど、あそこに倒れてさ。浜辺のところで。気をつけて、何か来てるよ。何が来てる？後ろ。何がいるの？あ、出た、まだこいつか。あ、さっきの進化系かな？ちっちゃいやつがいっぱいいたやつの。うわぁ。これ何？自分のポケモン戦うの？それともあいつがどうにかしてくれるの？自分のポケモンだな。なんかちっちゃい。ニャオハの方がちっちゃいよ、お前。ヘルワの髪砕く。これはもうこういうことになるってこと、もう決まってるってことの感じなの、これ。で、なんかあのポケモンが助けてくれそうな気がするんだけど。吠えたな。威嚇されてるな。助けろよ、お前。お、助けるぞ。威嚇すげえ、覇王色の覇気。いや、いっぱい来たな、なんかちびっこが。お前一人どうにかなんのか、この群れを。なんか囲まれちゃったけど、主人公は。あ、助けてくれた。ありがてえ。おーい、こっち急いで。あ、来た。助けてくれた。なんか拍手してくれた。こいつ伝説ポケモンだよな。よく分かってねえんだけど。すごい身のこなし、危機一発だったね。え、お前帰っちゃうの？あ、高田来たじゃん、目的地、今日の。力尽きた。あ、大丈夫？お前そこまでして守ってくれたのか、俺らのこと。力を使い果たして疲れちゃったのかな。なんだろう、このポケモン。元トカゲってポケモンに似てるけど、元トカゲがわからないんだけど、元トカゲっていつの時代のポケモン？私がやってたルビサファまでにいなかった気がするんだけど、元トカゲって。
こんな姿見たことない。いきなり形が変わったけど大丈夫なのかな、どうだろう、わからない。なんか二択しかないんだよな。わからないだろこれは。どっちも同じだよね。どうだろうもわからない。ユーにもわからないんだよ。いやわからねえだろこいつ。こないだポケモンもらったばっかだぞ。ていうかほんと無事でよかった。そういえばさっきの戦いすごかった。ヘルガー相手に謎ポケモンと息ぴったりじゃん。ヘルガーっていうのね相手はね。この子に指示出してなかったの。まだユーのポケモンになったわけじゃないんだよ。もうポケモンになっちゃえよお前。ユーのポケモンになっちゃえお前。あ、よかった。ちょっと元気出たみたい。さっきの謎の声、正体この子だったのかな。ギャオ。クーミーは見るほど不思議なポケモンだね。ユーのポケモンになったら絶対勝負させてね。もしもの時のために連絡先交換しとこう。お前デートに誘えるぞ、お前。ネモをデートに誘う。いつでも誘えるようになったぞ、これで。どうすんだ、お前は。ちょっとネモの方が年上っぽそうだもんな。すげえな、今の LINE 交換じゃねえんだろうけど、連絡先ってああやって交換するんだ、ポケモンの中って。すげえ。強いポケモンと戦うための技、覚えさせる道具もあげとく。マジ？なんかくれんの？技マシーン32、スピードスターを手に入れた。スピードスターがどのぐらいの強さなのかがわからねえ。ユーは技マシーン032を技マシーンポケットにしまった。スピードスター、星型の光を発射して相手を攻撃する。攻撃は必ず命中する。技マシーン一回使うとなくなっちゃうから注意してね。大変な目にあったし、ちょっと休憩。灯台に登って一休みだ。今日の目的地か、俺が。ポケモン図鑑更新された。こいつ何ポケモン？ちょっと、何ポケモン？図鑑に載ってない、これ図鑑。図鑑にねえな、多分。図鑑ねえな。ヘルガが来たな、ヘルガ。まあいいや、はい。ギャギャギャ、やっぱいいんでしょ？何も言わねえな。お前、デートしたいのか？これ連絡先交換して、デートしたいのか？大変な目にあったし、ちょっと休憩。灯台に登って一休みだ。行くか。じゃあ当然行くかとりあえず。なんだこいつ、誰だお前、登山家か。なんかすげえでっけえ荷物持って髪の毛長。あいつはアカデミー所属のやつじゃん。グレープアカデミーの所属のやつじゃん。なんでいる、誰、なんか有名なんだから。伝説のポケモンなんでしょ多分こいつが。よく分かってないんで。お前らに言ったんじゃないさ。君確か文系クラスのペパーだっけ。ポケモン博士、ムトゥ博士の息子さん。髪の毛長。髪の毛切れば。父ちゃん関係ねえ。それよりこのポケモンは何でいるんだよ。どうしてこの姿に。崖の下であった。助けてくれた。崖の下であったりか。不思議な鳴き声を調べたら、ユウが崖から落ちちゃって、これ多分どっちにしても同じことは、あの会話が流れるんだろうな。この子は助けてくれたの。力を使い果たしたみたいで、その後へたり込んじゃったけど、形が変わる前はものすごく強かったんだよ。だろうな、この姿で戦いねえさ。ミライドン、あ、ミライドンか、そうだ。ミライドンって言ってたな。本当の姿、戦ってる時のフォルムだからな。ミライドンってこの子の名前なんで知ってんの？あ、ギュギュス。研究所には入れねえよ、鍵かけだからな。お前見かけない顔だけど、その制服は？うちの学校の生徒かよ。ミライドは普通のトレーナーが扱えるポケモンじゃねえ。どういうポケモンなの？ミライドの世話は務まるか、俺が試してやるか。いや、結構です。大丈夫です。俺が試して、遠慮するなって。いや、大丈夫です。なんだよ、これ、ハイもイエも関係ねえじゃねえか、俺。だったら選択肢として儲けんじゃねえよな。もやもや気分晴らさせてもらうぜ。ポケモントレーナーのペパが勝負を仕掛けてきてくれた。星ガリフ。あ、かわいい。あのポケモンゲットしてな、星ガリフ。嫌なやつのことを思い出してしまった。落とし前つけ、誰のことを思い出したんだ。あ、爪を回復してる。星ガリフでいっか。じゃあ、この葉でいっか。もう半分くらい食らったじゃん。相手の星ガリフの噛みつく。これどっちが強いの、噛みつくと。この葉って。噛みつくわ。まあ、微妙。どっちでもわかんない。あい、ひるで技が出せ。あ、ひるんだ。噛みつくって。でもう一回噛みついて終わりだ、これ。終わり。倒れた。ポケモントレーナーのペパーとの勝負に勝った。あ、レベル上がった。豚とスネ夫がレベル上がった。わーおじゃねえんだよ。ちくしょう、ちょっとやるみたいだな。競技場300円で手に入れた。もうちょっとくれねえかな。だいたいなんで勝つとお金もらえるんだ。よくわかんねえね、その辺のルールが。ポケモンの世界ってのはそうなのか。ポケモン勝負に負けるとお金をあげなきゃいけないから、負けた方から勝った方に。
捕獲みたいな感じになっちゃうけど。You, ナイスファイト。捕まえたばかりのポケモンじゃ話にならねえか。あ、そうなの？欲しがり捕まえたばっかだったの。なんか、じゃあ元からあるなんかすげえ強いポケモン出してよかったんじゃない？ミライドン連れて行くならこれ持っとけ。相手を制御するモンスターボールか。ミライドンのボールを手に入れた。ミライドンのボールを大切なものポケットにしまった。謎のポケモンミライドンを入れるモンスターボール。ペパーという男が、なんで？もうお前持ってんの？あ、ほんとだ。ネモが同じこと聞いてくれた。だからなんでそんなの持ってんの？やっとボール、手放せたぜ。じゃあな。持ってたくなかった。ちょっとシカトしすぎじゃない？学校ちゃんと来なよ。え、おかしなやつ。懐いたのかな？ミライドンが。あ、ミライドンゲットしたじゃん。伝説のポケモンゲットした。伝説のポケモンなのかわかんないんだけど、伝説のポケモンっていうことにしとこう。でもなんか知ってそうだった。今度会ったら勝負して問い詰めてやろう。でもうミライドンでいいんじゃない？もうずっとそうだ、どうだい、上から学校見るよ。ポケモンとかこう東大に登ろう。じゃあ上に登ろう。上から何を見た？南一番エリア。すげえ綺麗な、これ。なんだこれ。なんだあそこ。なんかポケモンのなんかマークがあって上になんかあるんだけど。向こうなんか城だな。なんかあれアカデミー。アカデミーじゃない。すげえな、なんだ、富士山みたいなのもある。雪山があって。で、こっちは？こっち海だな。あ、なんか鳥？鳥じゃねえや。鳥か？で、こっちは？あ、ここでもさっき、あれは博士の家か？校長の家か？あそこ。ニャオハとかが、もう、3匹選んだ場所だな。へぇー。そうなんだ。こういう感じなんだね。で、どうすんの？あれがテーブルシティ。どれ？あ、これ？このすげえところ？ボールがついてる大きな建物が私たちの学校なんだ。あ、あそこね。テーブルシティに行くの？言うと勉強できる。テーブルで勉強するからテーブルシティなの？ちょっと何言ってるかわかんないんだけど自分で言っといて。今からすっごく楽しい勉強。ポケモン勝負のこといっぱい学べるチャンスだよ。東大のここからの景色すごいでしょ。いや、なんか、まあすごいってことにしとこう。ちょっと今さ、言おうとして思ったのが、ゼノブレードやってたからさ、ゼノブレードの景色の方がすごかったなって言おうとしたんだけど、それだとなんか、失礼だからやめとこうと思ったけどさ、この自然の中、いろんな場所でたくさんのポケモンが暮らしてて、ユウとの出会いを待っているよ。あ、そうなの？じゃあ全員ゲットされて。全員私にゲットされればいいし。改めてパルデア地方へようこそ。え、さて見ての通り、まだまだ先は長いんだ。え、ひとまず途中のプラトタウンを目指しましょう。なんだ、プラトタウン。レッツゴー。あ、で、プラトタウン行くわけね、こっからね。はい、ということで、なんか一本ドアをね、ちょっとそんなに長くしたくないなと思ってるので、ポケモンはね、編集がめちゃくちゃ大変なんですよ、テロップを入れるとね。個人的な。はい、ということで、今何分経ってんだ？もう40分以上経ってっていうか、多分編集でにしても多分20分。1本ね、ちょっとね、20分とか10分とかね、そんぐらいの、10分はさすがに無理だ。20分ぐらいの動画をね、していければいいかなと思ってんで、一旦ここで行きましょう。で、次にマサラタウンじゃなくてね、プテラタウンだっけ、なんかなんとかタウン目指すらしいので、次回のね、シャープさんはそこからやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ今回のね、ポケモン、短いですけど、これで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ミライドーン。手に入れた。手に入れたの？本当に。わかんないけど、バイバーイ。